はい、お世話になっております。横浜市緑区の植木屋中島です。今回はですね、初心者の方がやってしまいがちな、植木の切り方で、おそらくナンバーワンかなと思います。途中切りについて、なんでそれを切り方をしてはいけないのか、なんで不自然に見えるのかについて詳しく説明をしていきたいと思います。この動画を見ればですね、今までご自身で植木を切ってみたけど、なんかしっくりこない、なんかいかにもなんか無理して切った感が出て、あまりかっこよく見えないということがですね、この動画で説明していた内容を理解すればきっと改善されると思います。またですね、どの植木、いろんな植木あるかなと思うんですけど、どの植木にもこのなぜ途中切りをしてはいけないのかという知識は役に立ちますので、ぜひ動画を最後までご覧ください。はい、まずはですね、途中切りってなんだって思われる方きっといらっしゃるかなと思いますので、実際に途中切りを、してみたいと思います。ここに、柿の枝、切れ端があるので、ちょっとこれで説明していきたいと思います。途中切りって我々が、植木屋用語かもしれないんですが、してしまう行為、基本的に、目と目の間で特に何もないところで、切ってしまう行為になります。例えば一番ここで伸びている、ここの部分でやると、何もないところっていうとは、ここに目が2つあるんですが、ここら辺で真ん中で切っちゃう行為、これを途中切りと言います。はい、というわけで枝を1本切ったものを見てもらいました。これだけ見ると特に何がいけないのと思ってしまう方結構いらっしゃるかなと思いますので、これちょっと落葉樹だとちょっと分かりづらいので、実際にですね、ちょっと家族がですね、切ってしまった、途中切りをしてしまった植木がありますので、ちょっとそれをご覧ください。はい、ということで、これがですね、途中切りされてしまったマルバユーカリという植物です。ちょっと近くに寄ってみましょう。先ほど話した途中切りという切り方がされてしまっています。結構途中切りされてますね。これを見て皆さんどう思われるでしょうか。いかにも切った感が出て、かなり不自然な印象を覚えるのではないでしょうか。はい、というわけで丸葉ユーカリ途中切りされてしまっているのを見ていただいたかなと思います。やはりかなり不自然さ、いかにも切った感が出てね、あんまりかっこよく見えないかなと思います。じゃあどうしたらいいのかですね。で、まずはじゃあどう切ればいいのかという話の前にですね、知っておきたい知識というものがあります。まずはそれからお話をしてみたいと思います。それは、木を切る行為、我々は剪定っていうこと、いう場を使っています。で、この剪定というものはですね、木を切る行為ではあるんですけど、同時にどの枝を伸ばすか考えるという行為になります。そんなこと言われても難しくてできないよと思われがちなんですが、はっきり言ってかなり実は簡単です。それではですね、ちょっと実際に先ほど使った枝を使って説明していきたいと思います。木というのは成長点という主に伸ばすポイントがあります。先ほど、切った部分、本当何もないところで切りました。これ途中切りって話をしました。じゃあ、この切り方をすると、どう枝が伸びていくかを考えていきたいと思います。見えますかね、ここに芽が出てるんですね。そうなるとこの芽がうまく伸びない、もしくは伸びたとしてもこのもともと残っている部分が邪魔をしてしまうことが想定されます。そのため、本来ここで切りたいんでしたら、もう少し下の部分、この新芽のギリギリの部分で切る必要が出てきます。逆にこれ自体がいらないんであれば根元で切ってしまう、こういうふうに根元で切ってしまった方がさっぱりします。
こういう切り方が必要になってきます。この途中切りをしないメリットというのはですね、どの枝を明確に伸ばすかにさせることによってですね、形を作りやすくするということにもなります。ここにちょうど途中切りされて、なんか、まあ、月日が経った部分があると思うんですけど、本来でしたら、まあ、ここ、まあ、かなり太い枝なんですけど、まあ、本来こっち側に伸ばす部分をですね、ここのなんかまっすぐみたいな部分が伸びてますよね。なんでこういうふうに途中切りをしてしまうと、先ほど話した成長点っていうのが、どんどん分かれてしまって乱雑な生え方になってしまいます。そのためですね、その乱雑に生えてしまうと、やはり植木、その、まあ、枝数が茂ると当然きれいには見えません。ですので途中切りは、その後々の管理の点を考えてもしてはいけない切り方になります。補足の説明ですが、先ほど丸葉ユーカリを見ていただいたときに、下の方が結構枯れていたかなと思います。一番端っこの先端部分にですね、葉とか芽を残さない切り方、途中切りをしてしまうとうまく生えない、そこに葉っぱとかが生えてこないということが多々あります。そのためそれを考えると、そこも途中切りをしてはいけないという理由になります。もちろん植物にもよります。先ほどまでは落葉樹でちょっと説明していたので、葉っぱがないともしかしたら分かりづらいかなと思いましたので、今度はちょっと笹で葉っぱがついている常緑樹で説明していきたいと思います。おさらいになりますが、植木というのには成長点があります。その成長点を主に、その成長点からですね、主に枝を伸ばして大きくなっていきます。じゃあこの場合の笹だとどこが成長点的に強いのかを見ていきましょう。成長点でどこが一番強いのか、植木を切るには基本的に大きいものを小さくするというのが必然になります。そのため、その成長点が強い部分を中心に切らないといけません。この場合ですと、まあ、枝の太さを見ていただいて、一番元気な部分が主に成長点が強い部分となっています。この植木、この笹の状態を見ていただきますと、まあ、一番枝が、あと茂、まあ、太い、あとは茂っている点を見ると、ここの部分ですね、これが一番強い部分となります。でもしその植木の全体のバランスから見て、この枝、この一番太い部分を切ってしまうと形的におかしいってなってしまった場合は、もちろん切らなくてもいいかなと思いますが、もし、まあ、ここいらないなと思ったら切ってください。じゃあその後どうなるかですね。ここの枝を切ったことによると、じゃあ試しに切ってみます。試しに切ってみますと、別のこの3箇所の残りの枝が伸びていくんですね。そういうふうに考えて、未来予想図ですねを頭の中で描いていくと、上手な剪定ができるようになります。先ほどの切った切れ端の笹で途中切りが不自然に見える理由について説明をしていきます。じゃあ切ればいいんだから根元から切らなくても、じゃあ途中切りしちゃどうなんだろうってなりますよね。じゃあ切ってみます。見えますでしょうか。そうするとこの細い周りの枝よりも太い部分が残ってしまっています。これかなり不自然じゃないでしょうか。これなんで不自然か、やはりですね、この先端部分、まあ、これが一番まあ先端だったんですが、先端部分がやはり一番目立ちます。植物でまあ例えるとちょっと分かりづらいかもしれないんで、ちょっと同じ人間で例えてみましょう。人間ってまあ人同士会話するときに、まあどこ見るかって言ったら、顔とか、まあ頭とか、まあ手足、体の真ん中を見るよりも、その先端がどうしても目に入るかなと思います。よくおしゃれは足元からなんか言いますけど、やっぱり先端がやはり目に入るかなと思います。その時にこういうふうな太い部分がもう途中切りされてしまっていると、それだけでもやはり不自然さが目立ってしまっています。他にも理由として考えられるのは、例えばこういう、まあ、笹を
絵に描いてくださいって言われた時にどうしても先端を太くは描かないかなと思います。他の植木にも同じことが言えるかと思います。どうしても、まあ、先端は葉っぱであったり、まあ、細くなっているということがどうしてもイメージの中で作られてしまっているので、このように先端が太いとですね、どうしても不自然に見えてしまうんですね。まあ、他にも余計に切ってしまったりしたら、不自然ですよね。不自然っていうふうに頭にもイメージがあるので、どうしてもそれを受け付けないんですね。そのためかっこよく見えないということなんですね。はい、というわけで今回はなぜ途中切りをしてはいけないのかについて説明をしてみました。その途中切りをなんでしてしまったらいけないのかを考える上で必要な知識として成長点という話もしました。で、基本的にこれ初心者向けの動画なんですね。これ、結構プロの植木屋さんがあえてやるケースもありますので、その途中切りを全て否定するわけではありませんので、初心者の方はまずその成長点とかを理解してから、ある程度経験を積まれてからあえて途中切りをするような切り方ももちろんありますので、もしよかったらその動画も今後上げていけたらいいかなと思います。今回の動画は以上になります。もし何かわからないこと何かあったらコメントなどいただけますと、なるべく返すようにいたしますのでよろしくお願いします。よかったらですね、チャンネル登録高評価の方もいただけますと嬉しいです。最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。